それでは座る姿勢を安定させていきます。あぐらでもいいですし、正座でもいいですし、椅子に座っていただいても構いません。楽な姿勢で座ったら、両方の座骨に意識を持っていって、両方の座骨ですっと真下に押すようにしてみます。そうすると背骨は自然なカーブで上に伸びていきます。背骨が安定したら柔らかく目を閉じて、もし目を閉じると落ち着かなくなる方は薄く目を開けて、鼻先の延長線上に視線を合わせます。目線が安定したらご自分の呼吸に意識を向けます。プラーナーダーラナ。